オジェニ、エディオナジは、ナイジェリアジョス出身のサッカー選手。FK ジャルギリス所属。ナイジェリア代表。ポジションは MF。同ナジは、故郷を、ジョスのペプシフットボールアカデミーでキャリアを始め、半年後に、プロクラブエルカミネウォーリアーズの下部組織に入団した。その後、才能ある若手選手を育成するため、TB、女子は牧師によって設立された。 マイピープル FC でプレーするためランゴスに移動した。2011年、同僚のサニーマニュエルと共に、SS ラッオの下部組織に入団。すぐさま、印象的なパフォーマンスを見せか入念にトップチームへ、昇格すると、シーズン終盤のアタランタ bc 戦で90分に、セナドルリッチに代わるセリエ A デビューを果たし、チームはスタディオアトレティアズーリリターリアデニカラレーの勝利を収めた。同じは、 スティーブン・マキンワンに続いて、ラチェオでプレーした二人目のナイジェリア人選手となった。2012から13シーズンは、ブラディミル・ペトコビッチ監督のもとで、ローテーション要員としてプレー。2012年9月21日の UEFA、ヨーロッパリーグトッテナムホットスパー FC 戦をはじめ、守備的 MF のクリスティアン・レデ,デスマとコンビを、組出場機会が増加した。 翌2013から14シーズンには29試合に出場したが、その後は徐々に出場機会を減らしていった。2016年8月2日、トルコのトラブゾンスポルへの移籍が発表された。8月20日に行われた開幕戦のカスムパシャ SK 戦でトラブゾンスポルでのデビューを果たし、2得点を挙げる活躍を見せた。2020年1月15日、 デニズリスポールに移籍した。2020年10月14日、スナユスケフッポルトに移籍した。2021年2月18日、FK、ジャルギリスに移籍した。16歳の頃に U-17 代表として、連覇を目指した 2009FIFAU-17 ワールドカップに、同僚のサニエマニュエルと共に出場。優勝は逃したものの、チームの準優勝に貢献した。 二年後には 2011FIFAU-20 フフ20ワールドカップへ向けてポルトガルとパナマのトレーニングキャンプに参加していたが落選した。アフリカネーションズカップ2013予選のリベリア戦で A 代表デビューを果たし出場2試合目となったベネズエラ戦で初得点を記録した。アフリカネーションズカップ2013のメンバーに選ばれるとグループリーグで先発出場は ザンビア戦の一試合のみだったが、決勝トーナメントは、決勝戦のブルキナファソ戦を含め前、試合先発出場し、優勝に貢献した。2017年6月3日、現在出展、soccerway.com2018 年6月22日現在出展、national-football-teams.com ありがとうございます。